はい、ドライブ大好き、ブックオフ大好き、おやじでございます。この後ね、ちょっとブックオフ単体のお店にね、ちょっと行きたいと思います。あれ、白い富士店って読むのかな、ちょっとわかんないですけども、早速、お時間はね、まあ16分ぐらいってことですね。ここはね、そんなにお値段がね、安くないんですよね。で、まあブックオフさんしかないんで、あとブックワンが入ってるのかな、新品取り扱いのね。なんであんまりね、よいしょ、行かないんですけども、せっかくこっちまで来たんで。いつもはね、鎌ヶ谷のブックオフ行くんですけど、そこはね、ハードオフもセットになってるんで、そこに行くんですけど、そこはね、この間ちょっとね、行ったばっかりなのよ。はい、なのでね、いいですよ、走んなくていいよ。行かないんですけど、まあ、行かないんですけど、ね、鎌ヶ谷に行くんですけど、鎌ヶ谷にこの間行ったばっかりなんで、そこに行ってみます。7キロぐらいですね。およそ600メートル先、あ、しまった、今のところ左だったな、あ、戻そうとしてるな。まあいいや、このまま行っちゃおう、方向的に合ってれば着くから。安全運転で行きたいと思いますよ。コーヒー飲もう。せっかく買ったのに、買った後ですぐお店に行っちゃったから。はい、どこ、そこね、了解。いいね、天気のいい日にさ、大好きな車をこう運転しながらアイスコーヒーを飲む、そして行きたい場所に行く、これ以上の幸せないね。まあ、もっと幸せなこといっぱいあるってみんな言われそうですけど、幸せっていうのは人それぞれですからね。あ、結局戻らされんのか。次のとこだ、ここ公園いいね。まあでも駐車場がないからな。さあ、こちらを左ですね。結局今戻されてる感じです。道が狭いね。え、あ、なんか入れ込んでるな。はい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 、すごいところ通すね。これはやっぱり小学校が近いのかな。実はね、先週かな、ギフトセールやってたのよ。で、まあ、よくある、これ左、よくある、まあ、よくあるじゃねえや、まあ、半額だとか500円以下が 100円とか、そういったセールじゃなくて、決められた商品のみの割引セールだったんで、あ、これ右か、喋りながらだとダメだな、喋りながら安全確認してたらナビの声が聞こえないわ。ちょっとどん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 伸びるな。ちょっと一回ちょっと待ってね。でね、決まった商品の割引しかやってなかったんですけど、100タイトル以上あるって書いてたかな。だから一応、まあ、現場までは何件か行こうかなと思ってたんだけど、あの日何行ったんだかな、
なんかね、他にも行きたいお店があって、そっちに方行っちゃったんだよね。ほいだらもうゲオのことは忘れてて、結局一軒でも行けばさ、気づいたんだけど、セールでもないとゲオあんまり行かないからさ、ちょっともったいないことした。ゲオ巡りっていう散歩のあれもあったんだけどな。あの時駿河屋さん行ったのかな、ねずこちゃんのフィギュアの買いそびれたやつを買おうと思って、そっちに行った時だったかな。ちょっと残念だなと思いながらも。リサイクルマルヘ、これ一回友達と行ったリサイクルショップかな。どうだろう、ちょっと横見ると分かるんだけど、あ、行ってないね。駐車場がお店の前にあるんだけど、そんなに広くないから行った覚えがないわ、そこは。お菓子を食べようね。うん、おいしい。スコーン、馬なんとかバーベキューだったかな。 しばらくまっすぐだね。何はともあれ安全運転だからね。いやー気持ちいいわ。一応熱暴走を気をつけて、まあ熱暴走気をつけてっていうか、まあそもそも暑いから窓開けねえんだけど。エアコンはいいかな、届いてないかな多分。今ね、行ったブックオフじゃねえや、ブックオフでもいいのか、ブックオフとハードオフ楽しかった。うん、またそこへん後日ね、動画も上がると思うんで、まあ、どっちが先かちょっと前後するかわかんないんですけど、また見てください。うん、なんかね、分けられてて、DS、3DS、Wii とか、スイッチ、プレステ2、プレステ3、あとプレステ4とか、そういった類はね、ブックオフに置いてあって、レトロ関連のみ。レトロ関連のみハードオフにね置いてある感じでした。およそ 300m 結構ね、ネオジオのソフトが入ってたんで、これ464一括されるか。はいよ、残り9分だね。ちょっと飛ばします。あと3分ぐらいですね。およそ 600m 先、左方向です。ちょうど今、ちょうどじゃないよ、ちょうどだね。もう今1時になるところ、12時59分。今日はね、あのホットモットさんで麻婆カツ丼っていうのが出てるらしくてさ、100円引きで。だからね、それをね、ちょっと食べたいなぁとは思ってるんですけど、11時半ぐらいにあったんだけどね、ちょっとお腹がまだ減ってなかったから、その時は買わなかった。あ、ケーズ電気あるなぁ。スマホもさ、ちょっと買い替えようかなと思ってるの前から言ってたと思うんだけど、これちょっと一回
UQ モバイルに行って聞いてこようかなと思ってんだけど。SIM フリーなんでね。本体のみ買って使えればいいかなと思ってはいるんですけども、今右折しようとしてたんでちょっと前に行っただけです。あの信号を無視して行こうとしてないです。およそ500m先、右。了解、もう着くね、あと1分。到着しますよ。はい、はいじゃないわ。はい、ブックオフ到着ですよ。目的地は左側です。はい、到着です。お疲れ様でした。ご苦労様でした。よいしょ。ちょっとナンバー映っちゃうかもしれないから止めます。はい、到着しました。ちょうどね、あの柱でナンバー見えなかったんで。到着しましたよ。さあ、今日はね、もうこの後どうしようかな。この後のブックオフとかはね、ちょっと遠くになっちゃうから、ちょっとここだけまあのんびりしてからまた考えたいと思いますね。はい、それではね、ご視聴の方ありがとうございました。親父でした。ちょっとサムネ撮ろう。それではまた別のドライブ動画でお会いしましょう。コンティニュー。